さあ始まりました、教えて神保町質問トーク。明けガラスと申します。いやベベーガネとキングです。はい、川崎の幼なじみでやってます。あ、ちゃんと自己紹介。はい、いいね、自己紹介ね。お前ってやっぱ優しいところあるからな。売れてないだろ。売れてたらいいんだけど、売れてないんでしっかりな。神保町質問トークとは、神保町所属メンバーがお客様からの質問に答えてトークをしていく企画です。なるほどね。事前に我々秋ガラスへの質問をお客様から募集してたんで、今日はねその質問に答えさせていただこうと思います。知らない一面も全部見せちゃうぜ。セキララに裸にすっぱだかになっちまう。丸裸だぜ。丸裸になっちまう。あ、いいねいいね。いっぱい意外とさ、俺らのこと知らないからさ、見た目の印象とかで、決めちゃいがちだから、実はこんな人なんだよって。そうよ、そういう企画だからね。根掘り葉掘り。いっぱい質問くれてるわ。マジで。ありがたい。うわ、ありがとう、感謝。愛してる。じゃあまずは、コンビ名の由来を教えてください。コンビ名の由来。はい。これはね、もう忘れもしないね。うん。芸人やるって決めて、芸人やるってなった時一番最初に考える、考えてた。その落語のドラマ、工藤勘がね、工藤勘九郎が二人ともめちゃくちゃ好きで、 それのドラマのタイガー&ドラゴン、あが本当に二人がもう大好きな、ドハマり。そうそうそう、なこれ見てなんなら芸人になろうってぐらい俺刺激受けてるわ。ガネはそう、マジで。そうそうそう、うわ面白いって感じで、その中の話である、あの落語のね、そう、明けガラスっていうのが、これ普通の本当の落語の話。そうそうそう、明けガラスは。その明けガラスの話も、うん、結局その悪い二人が、そうそう、その吉原にお堅い、その、まあ、そういう経験したことない人を連れていくっていう、そうそう、で俺ら二人で、わかりやすく言うと、童貞がいますと、一人でちょっとまあ陽キャ、陰キャを陽キャ二人が、クラブに連れてくみたいな話。そうそうそう、でそういう悪い2人になろうぜっていう。ダッサ。ダサくない。違うよ、悪い2人になろうじゃなくて、じゃあその明けが俺らの世界に連れてこうよっていう話。そう、それでそれきっかけだけやらせるでしょ。まあ、コンビ名決めるときなんてこんぐらい痛くねえと。マジで間違いない。そうよ、ちゃんと由来あるから俺らの背負ってかないといけない。あの適当に決めたとかじゃない、ちゃんと由来がある。だからあの明けガラスっていうとなんか、そのクローズみたいな、そっち系の、まあでもそのイメージで嬉しいよね。意外と黒いイメージだね。そう、まあ中二病です。はい、今のね、はい、ガゼンっていうのがコンビ名の由来が、お互いだけが知ってるお互いのギャップが知りたいですと。お互いだけが知ってるお互いのギャップが知りたいです。ああ、なるほどね。あ、ギャップね。じゃあどうする、いい風に言ってほしい、悪い風に言ってほしい。いや、まあいい風がいいんじゃない。いい風がいいね。俺ら見た目悪い風だから、じゃあキングのギャップな。うん、ガネが知ってるキングのギャップ、なんだろう、俺より漢字とか詳しいな。普通にそれもギャップ。そのキングってそのウェーとかやって、そのまあラッパーみたいな感じじゃん、今陽キャみたいな。そうそう、陽キャ、ザ陽キャみたいな、なんか、ね、根っこネクラだよ。いやー、なんかね、その文学、いや、まあでも本が好きだから。まあ、今は違うかもしれないけど、昔その地元一緒で、まあ今友達も一緒なんだけど、キングって多分その地元の友達の中でもナンバーワンで、ウェーずっとこうみんなを従えてたみたいな見えると思うんですけど、あのと、なんだろう、ナンバーシックスみたいな立ち位置なの、ずっと中身とか。確かにね。その漫画が好きで外出ないとか、そのなんだろう、みんなでワイワイやるときに意外と冷静とか、それギャップじゃない？なんか一番やんちゃしてそうじゃん、お前が。インドアだしな。ウェーって。意外と家出てこない。おい、キング遊ぼうぜっつって、もう漫画が読むとか。映画とか。そう、そういうのもギャップじゃない、ちょっと。物語が好きだね。物語が好き。とかかな。逆に自分で、うお、これ俺ギャップやっちゃったみたいな。俺、そうね。かわいい。とんでもねえじゃん、自分の口から。俺その男前とか、かっこいいとか、言われるけど、知ってる人は、かわいいって言ってくる。あ、まあ知ると、だそれはしょうがない。俺が見れる
キングじゃない。俺無敵なのよ。今んとこ。かわいさも持って、うん、愛嬌チックだから。ああ、女の子といる時はキング知らないな、俺。別に女の子限定じゃない。でも可愛いって男から言われるわけないじゃん。あ、お前可愛いなって。男から。男だよ、先輩。例えばどんな時？お前可愛いやっちゃう。だからどんな時？え、どこで？どんな時？どのギャップが発生してるのそれは？え、だから、まあ普通にその、うん、みんな今日行きましょうよ。あ、人懐っこいとかね。そうそうそう。ギャップじゃねえよ。人懐っこそうよ。意外と。そう。舞台の俺しか見てなかったの。絶対わかんないと思う。俺が思うガネのギャップは、なんかね、意外とこう愛嬌あって、すごい可愛らしいっていうイメージだけど、意外となんかね、男っぽいところもあるんだよ。え、何、何、そんなことか。なんかその我が強いというか。あ、我が強いね。なんかその。言い方だからだよ。意外とね、しっかりしてるし、男なんだ。あ、俺はな、そういう風には見られてないんだ。逆に全然見られてない。あ、俺男らしいで売ってるのかと思ってたんだけど。そんなわけじゃない。俺だからそれ。あ、違うんだ。俺の先輩特許だよ。あ、じゃあ全部間違えた。ただ、クソガキ、ただのクソガキ。5年間、ガキで間違えてたわ。ずっとクソガキなだけだ。あ、いいギャップだね。まあ、それなんか男っぽいところがある。あ、じゃあ逆で、キング女の子っぽいとこあるわ。あ、そうね、あるな。ちょっと例えばなんだろう、下北とか行った時になんかちょっと散歩したいとか、なんか店回ったりするの好きじゃない？あ、まあ、まあ、歩くの好きだ。見るの、見て回るの。じゃあお前それ太ってるだけだ、お前。あ、そうなの。お前歩いて汗かくのが嫌いだから。あ、そうだ。男でも女でも何でもない。逆じゃねえんだ。そうそう、デブかデブじゃないか。俺膝が耐えれるか耐えられないか、それなだけ。質問と、うん、別に街歩くの男もそうだし。違うって、お前選んだよ。俺が選ぶ。いや、最近ちょっと幸せだったこと教えてください。最近ちょっと幸せだったこと。なんかある？ああ、あります。お、何？まあ、ちょっと体調崩した時に、僕実家住んでるんですけど、うん、母ちゃんにね、電話し、同じ家に住んでんだよ、うん、でも電話して、うん、飯欲しいとか、うん、メールでやり取りしてた時期があるんですよ、うんうん、その時の母ちゃんのメールとか電話が、うん、あ、なんかご飯お腹空いたら言ってねとか、あ、優しい、あ、部屋の前に置いといたとか、あ、それマジで、あ、俺幸せな今環境にいるんだなってやっと思えたら25年。これちょっとじゃないな、俺の中ではまだちょっと。どうでっけえ幸せ。いや、だから母の日とか、うん、一度も祝ったことないの、まだ。父の日とか、誕生日も。クソガキですわ。だからそれを可愛くないでしょ。やれるようになりたい。あ、でもなりたいんだ。あ、素晴らしいこと。そこで思った、マジで。こんだけね、そうそう、俺が大変な時に、こんな大変な状況なのに、こうやって。しかもちょうど喧嘩してたの、ちょっと。いまだに反抗期っすわ。俺の部屋にね、勝手に入ってくるのよ。ノックしないで。いいだろ。いや、俺めちゃくちゃ嫌い。俺の部屋ってお前実家だから。いやいや、でもノックはしてほしい。で、もう。ママってそうだろ、大体。それで、あ、なんだよなってて、ああ、それだったから。うん、あ、ごめんって感じ。今までの自分に。自分を、お母さん、お母ちゃん。そうそう。ごめんしよう。うめえ、うめえ。幸せでした。あ、ちょっと幸せだったかもね。ああ、いいじゃん。お前はいっぱいありそうだけど。俺、ちょっと、俺ね、幸せ数えるのが日課なのよ。うん、本当に一個一個の小さな。例えば、信号を青で連続で渡れた、うん、とか、うん、俺すごいもうそれだけで幸せなんです。マジ？うん、もうなんかそのさ、不幸って重なるっていうじゃん。幸せもそうだから。で、幸せって人数えないじゃん。でかいこと以外。不幸ってさ、ちっちゃいことのさ、あとさ、まあ、目に見えてさ、やってんのにさ、みんな幸せと散らばってるのに、みんな数えようとしてる。で、それをその、まあ、最近ちょっと幸せだったことは、もう本当、今日なんかは、うん、雨に濡れないで神保町来れたりとか、はいはいはい、とかそういうこと。なんだよそれ。もういや、こういうことだよマジで。そう、みんな幸せを数える。これがまず一番大事なこと。まあ、それもめっちゃいいんだけど、うん、そういうのを幸せに思えるようにしてってる。そうそうそう。あ、じゃあちっちゃくないでかいのも教えてよ。でかい幸せ、最高の、これ幸せだったわ。今お前と隣で漫才やっていこうじゃない。ああ、もうファンになれよ。こんなコンビなあ、愛しかねえんだから。誰も傷つけない。もっとファン増えてもいいよな。ファンになってくれよ。明けガラスが今一番流れに合ってるな、世の中。誰も傷つけない。愛と感謝しかないから俺ら。いや、それしかないの。逆にお笑いが足りない。お前が起きない。感謝、お前が起きないよ。そのキャラなんだから。いや、もうマジでそれ。
あと、ね、なんだろう、魔法使えるなら何したいですか。お前こういうの好きじゃん。うん、お前こういうの好きじゃん。いいよ、時間切れないで言った。ね、マジで、勝てないやつみたい。こいつマジで妄想癖がすごいんですよ。あ、すごいね。ガネは。もうなんか、もう、ことあるたびに妄想して、一人でプププって笑ってる時ある。いや、これマジだよ。激ヤバ。もう小学校からそうだよ、ね。まあな。でかい、キングさん。じゃあ思い出し笑いしちゃう。もしこうなってどうしよう。なんか一人こんなんでやって、これになったらお前どうする、これくるくるくるになったね。いや、それが面白いっつって。で、楽屋とかでいろんな人見ながら、うん、あの人が今転んで、それをあの人が助けてとかをやってたら、ツボ入ると思う。勝手に。関係ねえな。そう、だから魔法使えるのは何したいですか。え、でもなんか、透明になってみたいな、普通に。うわ、透明になって、なんかそのちょっかいかけたい。エロとかじゃなくて。なんか今俺が。いいんだよ、別にエロのこと。いや、エロも、いや、でも付属品、それは。今当たり前なんだ。なんか例えば今座ってるよね、お風呂の、うん、あの足ガーンとかこかして抜かるとか、悪ガキじゃねえか。なんでなんでこけた、今なんでこけたってなってる。もうリスペクトもねえじゃねえか。俺オフコーラが好きだから俺がその幸せ好きになれるようになったら売れるか。悪度、悪度今のとこな。お前は、俺魔法使えるようになったらまあ俺ベタになんか瞬間移動とか、あ、それこそ会いたいと思った人にすぐ会いに行けるじゃん。もうそっちまた愛だ、愛。え、何が愛なんだ。え、ごめん、素で喋ったらこんな感じ。いや、いいよいいよ俺は嫌いだけどな、幸せどうぞ、どうぞ。俺のこういう話大嫌いだ。大嫌い。お前朝、朝ってずっと聞いてるよ。俺だからもうヒューマンドラマとか、そう、恋愛の映画とか見れない。あ、経験したことない。ない、まだ知らない。愛を知らない子供がいます。愛を語れない人前で。瞬間移動かな、俺憧れてるのが。瞬間移動と、うん、透明ね。じゃあ最後、はい、じゃあ今一番欲しいものは金だな。あ、リアルだね。マジでこれリアルだね。でもこれは芸人にこう一直線になりたいっていうのもある。なるほどね。あ、でもな、バイトとかもしてないと面白いことって思い浮かばないんだよな。あ、妄想引きあるから。そう、バイト中にお笑い芸人の妄想しなきゃ。この人のメダル全部こぼしたらどうなるかなとか。お前クソガキだって。そのパチンコ屋でね、発想がメダル積んでずっとそんなん考えてる。でも幸せ、お前と一緒の原理はちっちゃな幸せを自分で一緒にすんじゃねえよ。う、作り出してんだよ。一緒にすんじゃねえよ。あの、一応ポジティブにこう、そうだよ、自分を楽しませるように。今日バイトつまんねえな、行きたくねえじゃなくて、うん、行く最中にも今俺こけてここでとか息できなくなったなとか。そうそう、面白いんだから。俺が一番欲しいものは、うん、まあ実力。はい、これはこれは俺もそう冷めてるな。身につけるもの、うん、さあそろそろ教えて順番としても、そろそろお別れの時間となりました。だ、まあ本当に俺ら知りたかったら一回漫才見てってことだな。こうやって語るよりも2分間、3分間、4分間の俺らの芸見てもらえれば全て分かるような作りにはなってるような。お前さ、うん、最近もう俺ら5年目じゃん、うん、お前俺と一緒にすぎてさ、うん、俺が入る時ある。え、嘘、ここに。え、で、こいつをなんかその自分の言葉みたいに言う時あるって。ねえって。あったよ、今日もあったよ、普通にあったよ俺が18歳の時に言ったことを今言ってる、25歳になる時の。まあまあしょうがないでしょ、それは。しょうがない、パクってるつもりはないよ出ちゃうときマインドが入っちゃって。そうそうそう。ちゃんと答えられたかな、大丈夫かな。大丈夫でしょ。ライブの告知あれば、いっぱいあります。5月は特に特に、5月17日、うん、エゴ、はい、明けガラスフィーチャリングメゾン、メゾンさんとのツーマンライブ、ツーマンライブが21時からありますんで、劇場チケットもまだまだありますし、配信チケットもあります、はい、あと同期ライブとかもあるよな。まあまあ、まあ、冗談もありますし、まあ、一番は主催来てほしいな。はい、ツイッターを僕らのぜひフォローしてチェックしてください。さあ、では次回は誰の質問とか見られるのかお楽しみに。はい、順路上の公式 YouTube チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。はい、拡散、そしてグッドボタンの方ぜひお願いします。はい、それでは大感謝、ありがとうございます。